賭博者は、ヒョードル・ドストエフスキーの長編小説。1866年に出版された。ルーレット賭博の狂気と、それにより身を滅ぼしていく人々を描く。1860年頃、ドストエフスキーは、ポリーナ・スースロワと恋中にあったが、彼女は、ドストエフスキーの態度が不満だったのか、ドストエフスキーの不在時に、スペイン人医学生と関係を結ぶなど、 その交際は不純なものであった。それでもドストエフスキーは彼女を許し、兄と妹という関係でイタリア旅行に出かけるが、彼女との冷めた関係への腹いせに行く先々でルーレットに明け暮れた。一般にこの時の体験が賭博者のもとになったと考えられており、ポリーナは作中のポリーナ・アレクサンドロブナ・プラスコービアのモデルになったのである。 しかしながら、身内の不幸や泥沼に陥った、ポリーナとの恋愛関係などが重なって、執筆は遅れ、1866年になって、追われるように書き始めた。これは、ドストエフスキーが、前週の判件を売り渡していたステロフスキーとの間で、1866年11月1日までに、新作の長編を書くことを約束していたためで、これが履行されない場合には、 以後9年間のドストエフスキーの著作は、一切の印税なしに、ステロフスキーが出版できることになっていた。しかし、ドストエフスキーは、同年1月から、罪と罰の連載を始めていたため、とても長編の執筆に没頭する余裕はなかった。そこで、2番目の妻となる即記者、アンナスニートキナなどの協力を得て、後日により27日間で本作を完成させ、 期日ギリギリの10月31日に、ステルフスキーに原稿を渡してことなきを得たのである。ドイツの架空の町、ルーレテンブルクを舞台に物語は進行する。将軍のウチーテルであるアレクセイは、資金の調達のため、パリなどを回って、ルーレテンブルクに戻ってきた。その夜、彼が思いを寄せるポリーナにけしかけられ、ブルマーヘルム男爵夫人と一悶着を起こす。 このことがきっかけでアレック星は将軍の財政が破綻を期たしており、一行がおばあさまと呼ぶアントニーダの死去によって資産が転がり込むことを期待していると知る。ところが、そこに死にかけていると思われていたアントニーダが姿を表し、一行の目の前でルーレットによって財産を当人してしまう。将軍はじめ一行が老媒しているところに、 ポリーナがフランス人のブランシュに仮を作っているとアレクセイに打ち明ける。アレクセイは取り憑かれたように勝負し始め、対象するがポリーナは気が動転しておりアレクセイの金を受け取ろうとしない。失望したアレクセイはマドモアゼルブランシュの誘惑に乗り一緒に生活を始める。豪者な生活により悲惨が枯渇するとアレクセイはブランシュの元を離れて、 ルーレット三昧の生活で身を滅ぼしていく。ありがとうございます。